はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。クラビノーバが下取りで入ってきております。ご希望の方にプレゼントします。ヤマハのクラビノーバですね。型番が CLP711 というモデルですよね。結構形的に言うと高級なモデルかなと思いますが、ちょっとあんまり得意な分野ではありませんので、わかりませんが、ちょっと問題があります。足のところちょっとね折れてるみたいですね。ここね、ここちょっと折れてるみたいですね。なんかこう当て着をしてですね、ぐるぐる巻きにするとか固定すれば治ると思いますがね、ご自身で修理されたらいいかな。こっちにもテープ貼ってありますね。あ、こっちは大丈夫ですね。こっちは折れてはなさそうですが、なんかテープが貼ってありますね。こういう状態ですので、無料で結構です。ただ、中はね、全然大丈夫みたいで、さっきちょっと音出してみましたけど、全然大丈夫そうですよ。ピアノの音がね。こうやって、ちょっと聞いてみましょうか。どこに置こうかな。この辺に置きましょうか。はい。まずですね。どうしようか。まずピアノの音。これぐらいしていきますね。ボロが出ないやつ。こんな音もあります。鋭い音ですね。こんな音もあります。これは。それからこういう音もあります。これはこんな感じの音ですね。これはこれとストリングス。これはコーラス。こんな感じの音ですね。はい、いろんな音があります。はい、足が折れてますが、こんなんでよければもらってください。基本的に京都のここに取りに来ていただける方、ハッチバックの車とかだったら足は外してね積み込めると思います。基本的にそういう形で取りに来てください。もしくは運送がご希望の場合は実費の運送料をいただきますが、引き取りの時のね実は送料かかってるんですが、いいです。もうそれはうちで持ちますので、もうただ完全にただで結構です。足がねこういう状態なので、もうこのまま汚れてますが、もうこのままちょっとほこりパパッと取りますが、この状態でよければ、本物のピアノを買うまでのつなぎとして一時的に欲しいという方は差し上げますので、どうぞ取りに来てください。ピアノ屋 .com でした。それでは、さよなら。